皆さんごきげんよう、さきのです。今日はちょっとこうすごいラフな感じなんですけど、さっきキャンドゥに行ってきて、リクエストでいただいていたこのカラーライナーとカラーマスカラを買ってきました。だからちょっとレビューしていきたいなと思います。それではスタート。今日色にねすごく悩んだんですけど、あのオレンジを今日使ってたのでリップで、オレンジのカラーライナーを買ってきました。馴染ませやすい、ほんのりパール入りって書いてあって、でまだ開けてないから本当どんな感じなのかなと思ってわかんないんですけど、ビヨーン伸ばすとねこんな感じの、意外とオレンジ、これ発色がすごい良かったらいいけどな。描いてみたいと思います。あ、え、すごい可愛いじゃん。ん？あ、すごく発色も良くて可愛いですね。ビヨーン。可愛い。意外と、で、ほんのりなんかラメが入ってるかも。思ったよりかはすごく発色が良くてびっくりしてます。これはちょっと後で目尻にスッって入れていきたいと思います。それと、あと、じゃん、カラーマスカラは結構色がねいっぱいあってすごく悩んだんですけど、まあ、赤なら可愛いし色っぽくなって可愛いかなと思ったので赤にしました。で色はいきます。あ、めっちゃ、あ、めっちゃ赤、発色がすごい赤になってます。でブラシもこんな感じで使いやすそう。え、こんだけ発色いいといいですね。なんかちょっと甘い匂いがします。じゃあ直接目に使っていきたいと思います。はい、じゃあまずこのオレンジのアイライナーを使っていきたいと思います。今日ちょうどオレンジのアイシャドウを使ってたし、オレンジのオレンジ系のアイシャドウを使ってたり、オレンジのリップを使っているので多分似合うと思います。描いてみたいと思います。こうアイラインの上にちょっとこう重ねていく感じでも可愛いと思う。こうもともと効いてるアイラインの上にこういう風になっていきます。少し目尻を、オレンジってでもやっぱ一番使いやすい色を選んだのかもしれない。え、すごい可愛い。こうもうちょっとぼかしてみます。で、え、なんかここのなんかこのなんていうの、バリバリ、ここがちょっと目に当たるとすごく痛いので、その方面は当たらないようにします。うん、オレンジってわかりますね。ちゃんとスルスルかけて意外と発色が良くて使いやすいですね。目の下にもちょっと入れてみよう。こんな感じになりました。オレンジとピンクあっても可愛いと思うので、次はこれを塗っていきたいと思います。もともとマスカラのついてる乾いた状態のところに目尻に足していきたいと思います。ん？ああ、可愛い。いい感じにカサカサ。あ、目すごい可愛いじゃないですか。目の下にも少しだけ塗っていきます。この赤のマスカラとオレンジのアイシャドウがすごい可愛いと思う。これが100円なんだったらすごく嬉しいかもしれないですね。これおすすめかも。最悪、ズボンに落としたけど、めっちゃ発色がいいってことですよね、これ。はい、落ちないよ。はい、こんな感じでダイソーのカラーマスカラとカラーアイライナーの紹介でした。で、なんか本当に良かったと思う。なんかオレンジと赤のそのなんか組み合わせがすごい可愛くて、夏っぽくてすごいお気に入りになりました。あの赤いマスカラってやっぱちょっと可愛いなと思いましたね。全体に塗るんじゃなくて目尻にだけ少しこう塗ったらすごい可愛くなります。なんかちょっと色っぽい感じにもなるし、オレンジと合わせたら元気な感じにもなってすごく良かったなと思いました。まだ先ほどのチャンネルに登録してない方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ツイッターも毎日更新していて、インスタグラムもやっていますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは先ほどでした。また次の動画で会おうね。バイバーイ。